はいどうも、ボルケーのみやびです。今回もまたディシアの動画になります。お前もチャンネル名にディシア入れろやって声も聞こえてきそうですね。ディシア問題にまた進展があったようで、今回はどんな動きがあったのかお話をしていこうと思います。まあ今まで色々あったわけですが、今回はディシアに関して原神運営の対応を求めるための署名活動が始まりました。詳しくは概要欄に署名活動をしている URL を貼るので、そちらを読んでもらうのが一番ではあるんですが、今回は自分が動画で説明していこうと思います。なるべくわかりやすく説明したいとは思っていますが、自分の説明が下手で伝わりにくかったら申し訳ありません。それではまず、なぜ署名活動まで行ったのかですが、ディシアは2023年3月1日に実装されてから今まで、どうやったらディシアを強く使えるか模索されてきました。いろいろな人が、このディシアの組み合わせってどうよといった考察がされてきましたが、それ〇〇の方が強くねといったものばかりで、ディシアにしかできないものは何も見つかりませんでした。なんなら研究が進んだ結果、不具合が発見され、使い勝手の悪さが目立ってしまいました。もはやディシア好きがベータテスター状態になってました。この状態のディシアをホヨバース以降運営と呼ばせてもらいます。はやばいと思ったのか、ディシアに対するアンケートをバージョン 3.5 中に4回も行いました。こんだけやっているならさすがに運営も動いてくれるだろう、と多くの人たちが思ったことでしょう。しかし、アンケートは一体何だったのか、結局、ディシアについての情報修正はなし、どうしてこうなったのかの説明もなし、単にガス抜きをしていただけでした。この状態の上に絶望した一部の旅人が、運営に対して2023年5月14日、連盟30名で運営に対して問い合わせを送ったそうです。内容としては、不具合の修正、設計意図、広報上の取り扱いについての説明を全ユーザーへのお知らせとして回答してください、と。そして、この問い合わせでしっかりとした対応がされなかった場合は、署名活動にも移行しますよってことも伝えたそうです。そして、3日後の2023年5月17日、運営から返ってきた返答はもちろん定型文、具体的な回答はもらえなかったようです。さすがにこれはもうユーザーのことを考えていないし、テンプレ回答しか返せない運営は信用できなくなります。事前にお伝えしたように、事態を深刻な問題と捉えて署名活動に踏み切ったようです。そして署名を集めて運営にしてもらいたいことなんですが、先ほどちらっと出ましたが、詳しくお話しすると4つあります。1つ目、ディシアに関連する不可解な挙動について、運営の見解を示してください。それらが不具合であれば修正してください。2つ目、ディシアの戦闘デザインにつき設計意図を説明してください。3つ目、項目2の設計意図を前提として、そのコンセプトをきちんと果たせるように、ディシア本人や装備品の調整をしてください。仮に性能の修正を行わずに、今後の環境で活躍する具体的な構想がある場合、今後活躍する算段がある旨の事実を開示してください。コンセプトがない、もしくは原神における戦闘システムの設計上、その実現が困難である場合、パーティーの中で役割を持てる形での再設計をしてください。4つ目、ディシアの広報上の取り扱いについて説明してください。この4点について運営にちゃんとした対応、説明をしてもらうための署名活動になるわけですね。これについてディシアに詳しくない方は何が問題なんだろうと疑問を抱くと思います。なのでここからこの4点の何が問題なのかを説明していこうと思います。これに関しては自分の解釈も入るので、いやそうじゃねえって思う方がいたら申し訳ないです。まず一つ目のディシアに関連する不可解な挙動について運営の見解を示してください。それらが不具合であれば修正してください。これはディシアの通常攻撃1段目がスカル、元素スキルの追撃が敵によっては発動しなかったり、大きい敵だと上の方で追撃が発生して双幻覚が爆発しない、元素爆発のターゲットも変な場所に向かって拳の空振りをしたりといった不具合がすでにあります。運営はこれを発表もせず放置しているのはなぜなのか。これらの説明を求めるのは当然ですね。通常攻撃が当たらないってことは結構有名なのではないでしょうか。最近だとミカの銃撃のスタミナが少なかった時はすんごい速さで修正した運営が、実装から3ヶ月も経過したディシアの不具合に気づかないとは思いませんし、修正が大変でこっちに不利な不具合は無視しとけばいいやってスタンスだとしたらかなりの不信感しかありません。二つ目、ディシアの戦闘デザインにつき設計意図を説明してください。ディシアの性能についてです。詳しく話すと日が暮れるのでざっくりと説明するならただただ弱い、これにつきます。何の意図があってこんなに弱いのか、運営はどうやって使うことを想定していたのか、そこら辺の説明をしてくれよってことです。これについては自分で役割を考えるのが原神の楽しいところだろうって思う方もいるかもしれませんが、正直3ヶ月経過した今でもこれはディシアじゃないとできない、こうすればディシアが輝く、そんな運用できている方はいないんじゃないでしょうか。
自分たちでは考えもしなかった愚の根も出ない回答をしてほしいです。そして3つ目、項目2の設計と前提としてそのコンセプトをきちんと果たせるよう、自社本人や装備品の調整をしてください。仮に性能の修正を行わずに今後の環境で活躍する具体的な構想がある場合、今後活躍する算段がある旨の事実を開示してください。コンセプトがない、もしくは原神における戦闘システムの設計上その実現が困難である場合、パーティーの中で役割を持てる形での再設計をしてください。これはリシアのモチーフ武器がリシアを貫突すると最後の蹴りを出す前に武器バフが切れたり、リシアのモチーフ生物と思われる加冠回路なんかが、まあちょっとリシアに合うかもみたいな微妙レベルの相性しかないのでそこら辺を見直す。もしくはそんな修正する必要もない。今後新キャラ追加や環境で強化できる構想があるならそれをぜひとも説明してほしいと。これに関しては今後の情報を出すといった難しい問題ですが、ただ一言、リシアが輝く未来はある。その一言だけでも安心できる人は多いと思います。バージョン 3.0 以前は雷元素が弱い元素筆頭でした。なので雷元素を強化してくれという声が上がっていましたが、バージョン 3.0 で草元素が追加され、激化、超回化反応が追加されてかなり強い元素になったという前例があります。ただ、バージョン 4.0 に来るフォンテーヌは水の国です。水元素キャラは何かと HP と関係のあるテンプがつくことがあるので、最大 HP を参照するディシアもフォンテーヌの水元素キャラと一緒に使えば強くなれる未来があるかもしれません。知れませんが、ディシアはそもそも役割がない、もしくはそれ〇〇でよくね状態です。ゼロに何かけてもゼロでしかないです。キャラを追加しようがディシア自体の性能が終わっているので、新キャラ追加でディシアを救うプランがないならないで、ディシアのダメージ肩代わりや中段耐性付与といったサポート面を強化したりなのか、アタッカー面での問題点であるテンプ倍率や追撃感覚の見直しだったりがあります。これはめちゃくちゃ強いキャラにしろって言ってるんじゃなくて、最低限ディシアが戦闘面で役割を果たせるような性能にしてくれってだけですね。そして4つ目、ディシアの広報上の取り扱いについて説明してください。これも結構ひどいですね。ツイッターで公開されたディシアの動画がとにかくひどく、34秒くらいの動画ですが、これから流そうと思います。ディシアが好きな方で見たことがない方は普通にスキップ推奨な動画です。傭兵としてのモットー？簡単な話さ。より多く金を出したやつのために仕事をするんだ。これ見てもキャラの魅力が一個も伝わってきませんし、移動中に撃墜されるとかいう自死逆までかましてるのがやばすぎます。例えば吹っ飛ばされた後にスキルを設置して中段耐性付与した結果、吹っ飛ばないようになったってなるならわかるんですが、移動して吹っ飛ばされてるだけの謎の動画です。これ作った人はディシアが嫌いな人が作ったでしょうレベルのひどい動画ですね。そして原神は展示動画といったピックアップ中の星5キャラを紹介するといったショート動画があるんですが、なぜかディシアにはありません。ディシア以外にも展示動画がないキャラもいるので、広報の人の好き嫌いとかなんでしょうが、そもそもやるなら全キャラ統一してやれやって話になってくるんですが、次に海外の掲示板レディットでディシアに関連した記事が内容問わず削除されることへの説明です。これは過激な言葉を使って削除されるとかならわかるんですが、ディシアの話になったらどんな内容でも議論すら許されないっていうのは普通に異常です。方法上の取り扱いについては以上3点の説明を求めてますね。ゲーム内とは関係ない内容ではあるんですが、ストーリーでディシアを好きになった人からしたら、ディシアがゲーム内では散々な性能にされて、リアルでは運営自らがディシアを存外に扱うとか死ぬほど萎えますし、海外の人はディシアのどんな話だとさせてもらえないのは萎えるところの騒ぎじゃないです。納得できる説明ができるとは思いませんが、どんな意図でやっていたのかだけでも知りたいですね。長くなりましたが、以上4点の説明をしてもらえるように署名を行っているみたいです。自分は最初署名活動はさすがにやりすぎじゃないかなって思いましたが、とりあえずどんな内容なのか読むだけ読んでみて、納得できたら自分も署名活動に同意しようと思い見させていただきました。これ確実にディシアが好きな人がやっていることだなっていうのはわかりました。
ノリでやってるとかじゃなくて、ディッシャーが抱える問題点をしっかりと記載してあり、ディッシャーの問題について真剣に考えられていて、運営を荒らしてやろうとかそんなんじゃなくて、ディッシャーが好きで運営にしっかりとした対応してもらいたい、ディッシャーを救ってほしい、ただそれだけを願ってる人だと思います。この署名活動に賛同したいって方は、概要欄に署名運動の URL を記載しておくので、ぜひとも参加してみましょう。正直これで運営が動く可能性は少ないとは思いますが、それでも自分たちはディッシャーに対して不満があることは伝えていった方がいいと思ってます。何も行動を起こさないよりも小さな行動でも起こした方が絶対いいと思います。というか、ここまでの行動を起こさせたディッシャーってめちゃくちゃ愛されてると思うんですよね。これでみんなが不満があまり出ないような性能だったら向上だろうと、ガチャがめちゃくちゃ回ったと思うんですよね。まあ、こればっかりはタラレバなので言ってもしょうがないですけど、あと署名活動まで行って結構運営に不満が溜まっている方も多いと思いますが、運営も人です。ロボットがやっているわけじゃないです。なのでこの活動を通して運営に何を言ってもいいわけではありません。そこら辺をきちんと考えた上での行動をしてください。公式ツイッターに攻撃的なリプを送るとかはまあ論外ですね。ちなみにこの署名活動、現在600名が参加しているみたいですね。全員が以前は空月の天空機構を買っていて、月1830円課金していたとして、今回のディッシャー騒動で全員が課金するのをやめた場合、109万8000円の損失が生まれるわけです。多く稼いでる企業からしたらカスみたいな金額ですが、もはや原神に呆れて引退した方、重課金をやめた人とかが全世界規模でいると考えると、普通にとんでもない損失になってると思うんですよね。まあ、ちなみに自分はめっちゃ好きになったキャラは貫突とかしてましたが、今回の騒動があってからは空月以上の課金はしたくないってなってきてます。まあ、空月も買うのやめろって思われそうですが、まだ原神を諦めきれてない自分がいるんですよね。これを機にちゃんとユーザーに向き合った対応をしていってほしいと思ってます。ここまでご覧いただきありがとうございました。またディッシャー関連で動きがあれば動画でお知らせしようと思いますので、よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは全世界のディッシャー好きの方々が幸せになれる結果が訪れると期待しながらお別れしたいと思います。バイバイ。